ダドリーさんとは正午に1階の玄関フロアで待ち合わせしている。まだ時間はあるけど、そろそろ中に入ろうか。IBC とも連動しているため、株価指数などのデータもリアルタイムで参照できるとか。ええ、そのあたりはおじさまのアイディアみたいね。なるほど、銀行家ならではの発想ってわけだね。よし、それじゃあダドリーさんが来るまで待たせてもらうか。今日は一般客もいないし、そちらのソファーで待たせてもらいましょう。来ていたか。ダドリーさん、お疲れ様です。現在正午ちょうど、通商会議が始まるのは1300となっている。あと30分もすれば首脳たちがやってくるだろう。なるほど。それで私たちの方はどちらに向かえば？本当ならば私が会場周りを軽く案内するつもりだったが、思わぬ人がお前たちを案内してくれると申し出てな。思わぬ人？よー諸君、よく来てくれたね。ディーター市長。おじさま、半月ぶりだね、エリー、ロイド君、マジ君にノエル君に、おっと、ランディ君とティオ君は久しぶりかな。お久しぶりっす。ご無沙汰してます。でも、どうしておじさまが？通商会議の直前で、お忙しいんじゃないんですか？準備ならとっくに済ませて、あとは首脳たちを待つだけでね。気分転換も兼ねて君たちを案内させてもらおうと思ったんだ。ダドリー君、構わないな。市長がそうおっしゃるなら、お前たちくれぐれも市長に失礼のないように。それと一通り案内されたら34階の警備対策室に来い。了解しました。では市長、また後ほど。あ、よろしく頼むよ。有能な捜査官だが、少し融通が効かないところがあるな。彼の職分からすると、それもまた美徳なのだろうが。まあ、鬼の捜査一課としての威厳もあるんだろうからね。おっと、肝心なことを言い忘れていたな。支援課の諸君、オルキスタワーへようこそ。さあ、ついてきたまえ。相変わらずだな。さすがマリアベルさんのお父さんなだけはありますね。まあ、せっかく案内してくださるみたいだし。ああ、お言葉に甘えるか。
キも。へえ、さすが豪勢だね。まあ地上40階の高さだからね。専用のエレベーターを入れたら全部で6機が運用されているんだ。それはすごいですね。さて、全部のフロアを案内するわけにもいかないから、会議関連のフロアに限定しよう。まずは警備対策室のある34階だ。よろしくお願いします。なるほど、ダドリー君からも聞いたが、確かに危うい状況だな。はい、両兵団と犯罪組織の動向に帝国政府と共和国政府の思惑、そして両国首脳を狙うテロリストの脅威もあります。それと謎のハッカーですね。奪われたタワーの図面はやはりこちらの端末から。ああ、どうやらオルキスタワーのサブ端末をハッキングしたらしい。IBC の一件があって以来、システム部門でもハッキング対策は強化していたつもりだったが、まだまだ不十分だったな。ハッカーなんてまだまだ数は少なそうだけど。やっぱりエプスタイン財団の関係者の可能性が高いのね。現在ロバーツ主任がその可能性を探ってくれています。ただ今回は財団の関係者ではないような気がしますけど。まあそちらの調査はおいおいするしかないだろう。両兵団や犯罪組織、テロリストたちも心配だが、それ以上に気になるのが首脳たちの狙いと思惑でね。首脳たちの狙いと思惑、つまり通商会議の参加者ってことですか。君たちが会ったクローディア姫とオリバルト王子については私もあまり心配していない。レミフェリアの太后閣下もやはり信頼に足る人物だ。問題はオズボーン宰相とロックスミス大統領の二人でね。二大国の首脳ですか。確かにクロスベルの命運を握っている二人だとは思うけど、具体的に何か動きでも。いや、その逆だ。会議の開催にあたっていくつかの取り決めや国際協定などの提案を事前に送ったのだが、そこで返ってきた返答が両国とも好意的すぎたのだよ。まるで本気で西ゼムリアの平和と発展を望んでいるかのよう。それはさすがに不自然ですね。いつも断るごとに反発し合っている二国なのに。まあ正直に会議そのものがどう流れるか予想もつかない。かなり厳しい展開になることも覚悟する必要がありそうだ。なるほど。やっぱり政治的にも大変な状況なんですね。まあマクダエル議長も力になってくださるだろう。うまくいけばリベールやレミフェリアなどを味方にして交渉できるかもしれない。とにかく腹をくくった上でエイドスに祈るしかないだろうさ。おじさま、すみません、そんな大変な時に案内なんてさせてしまって。とんでもない。
逆にそんな状況だから気分転換しておきたくてね。わざわざ君たちの案内を買って出たというわけだな。そうでしたか。光栄です、市長閣下。そんじゃ喜んで案内してもらうっす。ああ任せたまえ。おっと到着だな。ですね。いやー最高の光景だぜ。満足してもらえたようだね。ここが34階、国際会議などが開かれた時関係者が待機するフロアになる。それではざっと見て回るとしようか。はい、お願いします。こちらは警備対策室に加えて報道陣などの控え室が並んでいる。テロリストが潜入した場合に備え、一応警備隊の一個中隊も下のフロアに待機している状態だ。話は伺っています。警備隊でもえりすぐりが集められているんだ。しかし報道陣ってことはグレイス女子も来るのかな。なあ、クロスベルタイムズの女性記者だったかな。リストにあったと思うから多分取材に来るだろう。ちなみに報道陣は取材と記者会見の時以外はこのフロアから出さない予定だ。なるほど、合理的だね。たまに警備をすり抜けて突撃インタビューをするような乱暴な記者もいますものね。というかグレイスさんが一番そんな感じですけど。さすがに見つけたら止めないとな。一応こちらの部屋も案内しておこうか。これは見事だね。休憩室みたいだけどすごい開放感だな。ここは会議の関係者に用意されている休憩室だ。休憩時間などに遠慮なく利用してまえ。はい、遠慮なく。後でお茶でも一服しに来ましょうか。さてこんなところで次のフロアに案内しようか。ここは非常階段エリアですか。下への階段は封鎖されてるみてえだが、本来なら階段を使って1階まで降りることができる。しかし今回の会議中は34階、35階、36階以外は封鎖するようにしているんだ。なるほど、警備上の理由ですね。でももし地震なんかが起きた時はどうするんだい。その場合
自動的に全ての非常階段が開放される。まあ完璧なセキュリティはありえないということだね。なるほど、気をつけておきます。ハッキング対策なども考える必要がありそうですね。さて、せっかくだから階段を使うとしようか。35階国際会議場フロアだ。そちらが。この後行われる国際神前という名前の腹の探り合いの舞台、国際会議場だ。これはすごいな。すごい見晴らしです。これだけ天井が高いってことは2フロアぶち抜きみてえだな。ああ、そのため上の36階はコの字型の構成になっている。ちなみに両脇の部屋は各国首脳の関係者が詰める控え室になっていてね、護衛の将校などが待機することになるだろう。なるほど、確かにそういう部屋も必要だろうね。さて、最後のフロアに案内するとしようか。ここは会議に参加する各国首脳に用意された控え室のあるフロアだ。ざっとだけ案内しよう。お願いします。時間を過ごしたいもんだね。こちらはオリバルト殿下に使ってもらう予定の控え室だ。左翼にも部屋があって、社ごとに割り当ててある。まあ会議でヒートアップした頭を冷やしてもらうための場所かな。なるほど。一応こうした部屋にも動力ケーブルは。ああ、目立たぬ形で配線がされているはずだ。まあ他の部屋については割愛するとして、最後にあそこだけ案内しておくとしようか。これはディーター市長。お疲れ様です。楽にしてくれたまえ。この回廊室からは会議の様子を一通り確認することができる。機密性の高い会議などではカーテンを閉じることもあるが、今回は開いておく予定だ。なるほど。会場の様子を確かめられるのはちょっとありがたいな。そうね、何かあったら駆けつけることができそうだし。そういう意味では巡回ルートにしたいですね。さて、これで君たちが警備する3つのフロアを案内したが、最後にとっておきの場所へ案内させてもらおうか。
とっておきの場所。へえ、どこっすか。このビルで最も見晴らしのいい場所さ。言葉も出ないな。ええ、そうね。街がまるでミニチュアみたいに見えますね。いや、夜はさぞかしすんげえ景色なんだろうな。いずれこの場所は展望台として市民に開放しようと考えている。政府関係者だけが独占するのはあまりにももったいないからね。なあ、それはいいですね。キーヤちゃんもここに連れてきたいわね。おっと、失礼。なあ、私だ。そうか、わかった。すぐにそちらに向かおう。どうやら首脳たちがタワーに到着したようだ。申し訳ないが、これで失礼させてもらうよ。そうですか。本当にありがとうございました。どうもです。いや、マジ楽しかったっす。いい経験をさせていただきました。こちらこそいい気分転換をさせてもらったよ。それではまた後で。警備の方は頑張ってくれたまえ。はい、お任せください。ま、推薦分くらいは頑張らせてもらおうかな。エイドスのご加護を、会議の成功お祈りしてます。私も祈っているよ。さてと、俺たちもダドリーさんのところに行くか。確か34階の警備対策室でしたね。しかし、このまま何も起きなきゃいいんだが。そうですね、本当に。それではこれより西ゼムリア通商会議の本会議を開始いたします。議事進行は僭越ながら私、ヘンリー・マクダエルが行わせていただきます。会議は一度休憩を挟んで約5時間を予定しております。ただし進行次第では多少の延長はありえますので、よろしくご了承ください。それと会議に際して2名のオブザーバーに参加してもらっています。ヤン・グリムウッド弁護士、クロスベルのみならず周辺諸国で活躍している法律専門家です。国際法、慣習法にも通じているため本会議への参加を要請しました。はじめまして、ヤン・グリムウッドです。ほう、あなたが有名な熊ひげ先生か。
人権問題などにも積極的に関わられているとか。よろしくお願いします。誠心誠意務めさせていただきます。遊撃士アリオス・マクレイン、やはり周辺諸国で多大な功績を挙げていることで知られています。遊撃士協会という中立的立場から本会議の安全を保障してもらうため参加を要請しました。アリオス・マクレインです。お見知りおきを。はっは、風の牽制だったか。共和国でも何度か君の名前は耳にしておるよ。帝都でもたまに聞きます。かのクロスベルの地に風をまとう牽制あり。恐縮です。それでは早速となりますが、各議案の検討に入りましょう。定義者ディーター・クロイス市長、説明と補足をお願いします。はっ。まずお手元にある資料の最初にある議案ですが、始まりましたね。ああ、でもアリオスさんが呼ばれているのは聞いてたけど、イアン先生まで呼ばれてるなんてな。しかも熊ひげ先生の名前で知られているみたいですし、国際会議では様々な合意や協定が交わされることがあるわ。その場合、既存の国際法や国際慣習法などに照らし合わせて妥当かどうか判断する必要があるの。なるほど。そのためのアドバイザーがあの熊ひげ先生ってわけだね。しかし始まったはいいが、さすがに小難しそうな話をしてるみてえだな。まあ会議の内容に関しては我々が関与するところではない。この通商会議が無事に終わるか、それだけに集中しておけ。はい、心得ています。それでは早速打ち合わせ通りに。ああ、お前たちには34階、35階、36階を一通り巡回してもらう。一応お前たちの身分は全関係者に伝えている状況だ。各国首脳のスタッフや招待されたマスコミなどにも話を聞いてみるといいだろう。了解しました。それでは私は34階に戻る。エイドスの看護、何かあれば連絡してこい。やっぱりダドリーさんも何かあると思っているらしいな。ええ、これだけ怪しげな動きがあって何もないのは不自然かと。どうやら気合を入れて巡回する必要がありそうですね。だな。早速巡回を始めるかい。ああ、一通り回りながら関係者に話を聞いてみよう。
よし、これで一通り回ったか。今のところは特に問題なさそうですね。ああ、この調子でもう一度見て回るとしようぜ。そうね。会議の方はどうなっているのかしら。そうだな、市長や議長が頑張っているとは思うけど、問題は鉄血宰相にロックスミス大統領ですか。ま、休憩時間になったら誰かに聞けばいいんじゃない。なるほど、そんな事情で君たちも警備に参加したのか。ええ、正直気休め程度にしかなっていないかもしれませんが。いやいや、市長暗殺未遂事件で大金星を挙げた君たちだ。この場にいてくれるだけでも私としては非常に心強いよ。そう言っていただけるとありがたいっすね。それで先生、会議の方はどうなんですか。さほど荒れた雰囲気は感じられませんでしたが。ああ、今のところは順調だよ。いくつかの通商協定には各国の同意も得られたし、ディーター市長の呼びかけも無駄にならなかったようだね。安心ですね。しかし今のところってことは何か懸念でもあるのかな。え？そうなんですか。オブザーバーである私の口から言うのもなんだが、前半は貿易や金融などの経済的な議案がほとんどだったんだ。しかし会議の後半は各国首脳から提議される議案、しかもどうやらクロスベルの安全保障に関する話が出るらしい。それは安全保障ってことは軍事の話も入るってこと。でも2年前に締結された不戦条約もありますよね。あれはリベールの女王陛下が当時のクロスベルの危機的状況を抑えるために提案したものだ。レミフェリアは関わっていないし、何よりクロスベルそのものが不戦条約には関わっていない。その意味でそれとは別の新たな安全保障の枠組みが求められているのは確かでね。確かにそれは祖父も懸念していました。ならクロスベルを交えた新たな条約を結べばいいのでは。そうですよ、不戦条約と同じ国家間の争いを武力で解決するのを禁止するような枠組みを。あ、そうか、クロスベルは国家じゃない、帝国と共和国によって承認された自治州でしかない。そう、それはつまり国際条約を締結できるような国家主権を持っていないということだ。経済的な協定は結べても対等な立場での条約は結べない。それが結果的にこの地の安全保障をひどく危うくさせてしまっているわけだ。ややこしいが、なんとなくわかってきたぜ。すみません、ちょっといいですか。クロスベル以外にも自治州というのはあります。レマン自治州、
オレド自治州、ノーザンブリア自治州、それらの自治州も同じように国際条約は結べないのですか？いや、そんなことはない。確かにそれらの自治州もそれぞれの歴史的事情によって国家としては成立していないが、宗主国から委譲される形で同等の主権が認められている。宗主国、それらの自治州が決定的にクロスベルと異なる点、それは成立を承認したのがアルテリア報告ということなの。ああ、アルテリア報告というと七王教会の総本山だったっけ？ええ、国土は小さいけど宗教的な権威は持っているから。自治州や自由都市の多くはあそこに頼って成立しているの。だがクロスベルは帝国と共和国に承認されて成立する自治州、いわば宗主国を2つも持っている形になっているんだ。ええ、そしてそれが歴史的に様々なねじれと悲劇を生んだ。クロスベルに少しでも主権が認められればもう少し状況は変わるのでしょうけど、それを2大国が認めることは永遠にありえないでしょうね。そんな、ため息が出てしまいます。話を戻すが、どうやら宰相と大統領はそれぞれ安全保障に関する提案があるらしい。無論それは対等な条約を各国が結ぶというものではない。今頃議長や市長たちは警戒を強めているところだろうね。すまない、不安にさせてしまったようだな。まあマクダエル議長などはこのような状況は慣れっこだろう。それにリーター市長の方は何やら策があるようでね。策ですか？それはどういう？いや、詳しい話は私も聞いていないんだが。失礼します。特務支援課、ロイド・バニングスです。バニングス、こちらは記者会見が終わった。首脳たちは36階に引き上げたが、お前たちはどこに？はい、34階の休憩室ですが、何かありましたか？実はオズボーン宰相とロックスミス大統領からそれぞれ申し入れがあった。休憩時間中お前たちと直接話がしてみたいそうだ。相手が相手だ。さすがに断ることもできん。休憩時間中に36階にある両首脳の部屋を訪ねるがいい。左翼の採用が大統領、右翼の採用が最小の部屋だ。待ってください。一体何がどうして？さすがに荷が重すぎますよ。甘えるな、バニング。両者の思惑を疑えるまたとない機会だろうな。わかりました。すぐに両首脳のところに向かいます。いざという時はエリー城に頼れ。VIP 相手は慣れているはずだ。話が終わったら報告に来い。了解です。ロイド、今のは？おいおい、不穏なことを言ってやがらなかったか？ああ、へえ、マジかい？どうやら冗談ではなさそうですね。いやはや驚いたな。どうやら思っていた以上に特務支援課の名前は知れ渡っているようだ。いや、両首脳のスタッフに
それぞれ知り合いがいるんです。それで興味を持たれただけかもしれません。なるほど、そいつはありそうだな。だとしても断るわけにはいかないわね。ああ、36階の左翼と右翼の採用の部屋だ。早速訪ねてみよう。了解です。Thank you.